Emacs は、その拡張性を特徴としたテキストエディタのファミリーである。Emacs の中で最も広く使われている派生物は GNU Emacs であるが、そのマニュアルには Emacs をザイクステンセブル、カスタマイザブル、セルフ、ラキアーマンティング、リアル、タイムディスプレイエディターであると説明されている。 最初の EMAX 開発が1970年代中盤に開始されてから、その直系の子孫である GNUEMAX が製作され、その開発が2020年現在も続いている。EMAX はユーザーインターフェースと1万を超える組み込みコマンドを持ち、ユーザーは作業自動化のためにこれらのコマンドをマクロと組み合わせることができる。さらに深い拡張性を提供する。 リスププログラミング言語の方言である EMAX リスプは EMAX 実装の主な特徴であり、e ス i s p でユーザーや開発者は EMAX 用の新しいコマンドやアプリケーションを書くことができる。EMAX の拡張機能として電子メール、ファイル、アウトライン、および RSS フィードが書かれており、それ以外にもイライザ、ポン、ライフゲーム、ヘビーゲーム、 およびテトリスの苦労もある。ユーザーの中には、EMAX 内部からテキスト編集だけでなくほとんど、すべての作業を行うことができることに気づいたものもいる。原点である EMAX は1972年に、カール・ミキルソン、デイビッド・エムーン、およびカイエル・スティール・ジュニアらにより、テコエディタ用のエディターマクローズのセットとして書かれた、ものであり、テコ、マクロエディタの概念にインスパイアされている。 最も有名かつ最も移植された EMAX はストールマンによって GNU プロジェクトのために作成された GNU-EMAX である。ZEMAX は1991年に GNU-EMAX から放置された派生物である。GNU-EMAX と ZEMAX は類似のリスプ方言を使い、互いに互換性のある部分が大半である。EMAX は6と 並びユニックス文化における伝統的なエディタ戦争の主要な当事者の二つである。EMAX は未だ開発中であるオープンソースプロジェクトの中で最古のものである。GNU-EMAX における C ソースコードの編集 GNU-EMAX から C コードを編集してコンパイル EMAX のインターフェースはシンボリックスのスペースカデットキーボードの設計に影響を与えた。 Emacs は1970年代の MIT 人工知能研究所で産声を上げた。AI 圏で使われていた PDP-6 や PDP-10 のオペレーティングシステムはインチョンパタブルタイムシェディングシステムであり、そのデフォルトエディタはテコというラインエディタであった。テコは現在の一般的なテキストエディタとは違い、追加、編集、表示用に それぞれ別々のモードが存在していた。そのため文字を入力しても即座に反映されるわけではなく、代わりにテココマンド言語の文字を入力して、入力モードに切り替えてから必要な文字を入力し、最後に文字を入力して、エディタをコマンドモードに再度切り替える必要があり、しかも入力モードで編集中の文字は画面に表示されなかった。なお、この振る舞いは、 現在も使われているエドプログラムと同じである。リチャード・ストールマンは1972年と1974年にスタンフォード人工知能研究所を訪れ、フレットライトにより書かれたその研究所の E エディタを目にした。E の振る舞いは今のエディタの大半で使われている直感的なウィジーウィグであり、ストールマンはその機能に触発されて MIT に戻った。 AI 兼ハッカーの一人であるカール・ミコルソンは利用者がキー操作するたびに画面表示を更新するコントロール R という表示、編集を組み合わせたモードをテコに追加していた。ストールマンはこの更新が効率的に動くよう書き直し任意のキー操作でテコプログラムが動くように利用者が再定義できるマクロ機能をテコの表示、編集モードに追加した。E には テコに不足していたランダムアクセス編集機能が搭載されていた。テコは PDP-1 の紙テープを編集するために設計されたページシーケンシャルエディタであるため、一度に一つの紙テープしか編集することしかできず、さらに紙テープのファイルに存在するページの順に編集しなければならなかった。E はディスク上のページランダムアクセスを可能にするため、 ファイルを構造化するというアプローチを採用していたが、ストールマンはテコを修正して、さらに巨大なバッファを効率的に処理できるようにするというアプローチを採用し、ファイル全体を単一バッファとして読み込み、編集し、書き込めるようにファイル管理方法を変更した。現在では、ほとんどのエディターがこのアプローチを用いている。新しいバージョンのテコは瞬く間に AI 圏で評判となり、 マクロを意味する MAC や MAX が語尾についた名前のカスタムマクロの巨大なコレクションがたまった。さらにその2年後、どんどんバラバラになっていくキーボードコマンドセットを一つに統合するプロジェクトをガイスティールが引き受けた。ストールマンはスティールとハックしたある夜の後、新しいマクロセットの文書化や拡張の機能を含む実装を完成させた。こうして出来上がったシステムは、 エディティングマクローズや e w i h マクローズを意味する EMAX と呼ばれることになる。ストールマンによると EMAX としたのは当時 ITS で E が略称に使われていなかったからである。作り話であるハッカー公案ではケンブリッジの人気アイスクリーム店 EMAX& ボリオ S にちなんで名付けられたとしている。 操作可能な最初の EMAX システムは1976年後半に姿を現した。ストールマンは EMAX の角のカスタム化や事実上の分裂の危険に気づいたため、ある使用上の条件をつけた。彼は後に次のような文章を残している原点である EMAX は、テコ同様に PDP-10 条だけで動作した。EMAX の振る舞いは、テコのそれとは大きく異なっていて、 ってことは、独立した別のエディタとみなせるようになり、さらに EMAX は、急激に ITS 上の標準編集プログラムとなった。マイクマクマフォンは EMAX を ITS から TENEX や TOPS-20 オペレーティングシステムに移植した。初期の EMAX への貢献者には、この他ケント・ピットマン、R ・キリアン、ユージーン・チーカレリらがいる。年までに、 e m a x は MIT 人工知能研究所や MIT コンピュータ科学研究所で使われる主要エディタとなった。その後他のコンピュータシステム用に多くの e m a x 風エディタが書かれた。これらにはマイケル・マク・マホンとダニエル・ワイン・リブラがリスクマシン用に書いたアイネとツバイ、ツバイワズ・アイネ・イネシャリーに当たるための文字理。ストールマンの呼ぶアイネはアインのように聞こえるが、 ドイツ語の発音は、アイネに近い、そしてオーエンテオドールアンダーソンによって書かれたサインがある。ワインリブのアイネはリスプで書かれた最初の EMAX である。1978年には、ハネウェル・ケンブリッジ情報システム研究所で、ベルナール・グリーンバーグにより、マルティックス EMAX がほぼすべてを、マルティックスマクリスプを用いて書かれ、その後、 リチャード・ソーレイとバリー・マーゴリンによりメンテナンスされた。GNU-EMAX を含む EMAX のバージョンの多くは後に拡張言語としてリスプを採用することになる。ユニックスで動作する最初の EMAX 風エディタは後にヌズや Java の開発で知られることになるジェームス・ゴスリングが1981年に書いたゴスリング EMAX であった。これは C で書かれ、 マクリスプというリスプ風公文の拡張言語を使っていた。マクリスプにはシンボルさえなく、公文がリスプ風なだけで本当のリスプではない。ゴスリング EMAX は現在広く使われているフリーソフトウェアの GNUEMAX や MEDO とは異なり、プロプライエタリソフトウェアであった。プロプライエタリソフトウェアとはソースコードが公開されていないソフトウェアでプログラムを自由に配布や改変。 逆コンパイルをすることができないものを指す用語である。テキスト端末で動く GNU Emacs1984 年、リチャード・ストールマンは、プロプライエタリーソフトウェアであった、ゴスリング、e ・ EMAX のフリーソフトウェアによる代替物を作るべく、GNU Emacs に取り組み始めた。当初 GNU Emacs は、ゴスリング、e ・ EMAX をベースとしていたが、ストールマンは、 マクリスプインタプリタを本物のリスプインタプリタに入れ替えてしまい、ほぼすべてのコードが入れ替わった。GNU Emacs は洋ンキの GNU プロジェクトがリリースした最初のプログラムとなった。GNU Emacs は C で書かれており、C で実装された Emacs リスプを拡張言語として提供する。最初に広く反布された GNU Emacs の バージョンは1985年に登場した15.34だった。初期の GNUE Max のバージョン番号は 1XX のように最初の桁に C コアのバージョンを表すよう裁判されていたが、バージョン1.12が出た後にメジャー番号が変わりそうにないため先頭の1をなくすことにしたので、バージョン番号は1から13にスキップした。 最初の公開リリースであるバージョン13は1985年3月に完成した。2014年9月に GNU Emacs デボルメーリングリストで GNU Emacs にラピッドリリース戦略を採用し、将来的にバージョン番号をより迅速に増やしていくことが発表された。GNU Emacs は後に UNIX へ移植され、 ゴスリング EMAX よりも多くの機能を提供した。それらの機能の中で代表的なものは拡張言語であるフル機能を持ったリスプである。それから芝叩く間に GNUEMAX はゴスリング EMAX にとって代わりユニックスの EMAX エディタのデファクトスタンダードとなった。マーカス・ヘスは彼の1八十六クラッキングスプリーで GNUEMAX 電子メールサブシステムの セキュリティ上の弱点を悪用し、ユニックスコンピュータ上でスーパーユーザーアクセス権を取得した。EMAX はチューリング完全な言語を小さい中央コアの頂点で起動する階層型アーキテクチャを使用する。ストックされた EMAX ハンプの約3、4がリスク拡張言語で書かれており、一度 C による中核部分を移植すれば、 イリスプコードに実装された機能のセットは存在することになるので EMAX を新しいプラットフォームに移植することはネイティブコードのみからなる同等のプロジェクトを移植するよりはるかに簡単である EMAX の移植は理論上中核部のみを新しいプラットフォームへ移植すればよいこのため一度中核部が移植されれば C よりも高級な言語で実装された部分は最小限度の作業で済む。GNU Emacs の開発は、ガランとバザールでガラン式開発の例に挙げられていたように、1999年まで比較的閉鎖的だったが、それ以降は公開された開発メーリングリストと、匿名 CVS アクセスを採用するようになった。 GNU Emacs の開発は2008年までは単一の CVS トランクで行われていたが2009年末より分散型バージョン管理システムであるバザールに切り替えられ、さらに2014年11月11日に Git へと移行した。リチャード・ストールマンは長らく GNU Emacs の主要な管理者を務めていたが、時代とともにその役目から退いていった。 2008年から2015年まで管理は、ステファン・マニーヤとチャン・アドングに引き継がれている。2015年に、MIT における、ストールマンとの会合の後、ジョン・ビーグリーがメンテナーとして指名された。2014年の時点で、GNU-EMAX はその歴史を通じて579人により、コミットされてきた。 GNU Emacs のバージョンは1985年のうち27まで上がったが、それ以降は更新は落ち着いた速度で行われている。GNU Linux 上の ZeMax 21.5991年初頭、GNU Emacs 19の初期アルファ版をベースとして、ジェイミー・ザインスキーとルーシッド社の人たちにより、ルーシッド Emacs が開発された。 コードベースはすぐに2つに分割され、開発チームは単一プログラムとして並行しようとすることを諦めた。これはフォークしたフリーソフトウェアのうち初期の最も有名な例の一つである。ルーシット EMAX はゼマックスと名前を変え、EMAX の中で GNUEMAX に次いで2番目に有名な派生となった。ゼマックスの開発は2009年1月に、 最新の安定版であるバージョン21.4、22がリリースされてから遅くなっていき、その一方で GNU Emacs は以前は Zemacs にしかなかった機能の多くを実装していった。このため一部のユーザーは Zemacs の死を宣言するようになった。Zemacs ほど有名ではない GNU Emacs のフォークには以下のものがある Ruby のソースコードを編集中の オパンブセド5.3の対ー e m a x 風、エディタミリグラムリスプマシン用の EMAX である、ザマックス過去においては、各 EMAX プロジェクトの目的は肥大化した EMAX の、小規模なバージョン作成であった。GNUEMAX は当初、当時のハイエンドであった32ビットフラットアドレス空間と、少なくとも1ミブのラムを搭載するコンピュータを、 想定していたが、1980年代では、そのようなコンピュータは、ハイエンドなワークステーションや、ミニコンピュータであったので、一般的なパーソナルコンピュータのハードウェアで動作する、要より、小規模に再実装する必要があった。近年では小規模な EMAX クローンは、ソフトウェアインストールディスクに収まるよう設計されている。小規模バージョン作成以外のプロジェクトの目的は、 イリスプ以外のリスプ方言やリスプとは全く異なるプログラミング言語による EMAX の実装である。EMAX クローンを以下に示す。ただし現在そのすべてが管理されているわけではない。EMAX は主にテキストエディタであり、テキスト要素を操作するよう設計されているが、Latex、ス、o s スク c r i p t Web ブラウザといった外部のプログラムと通信することで、 ワードプロセッサのように文章を成形したり、印刷することができる。EMAX は語、文、そして段落といった異なるセマンティック要素や関数のようなソースコードの構成要素を処理したり、様々な色をつけるためのコマンドを提供する。さらに EMAX は編集コマンドのユーザー定義バッジ用にキーボードマクロも提供する。GNU-EMAX はリアルタイム表示エディタであるので、 編集するたびにその編集がオンスクリーンで表示される。これは現在のテキストエディタの標準的振る舞いであるが EMAX は初期の段階でこの機能を実装していたため6のように既存のテキストに新しい編集を挿入するために個別のコマンドを実行する必要がなかった。6が編集のための基本的な機能のみを搭載していたのに対し EMAX は インクリメンタルサーチ、無制限のアンドヤンク用のスタック、複数のバッファバッファ上でシェルを実行、保管、言語ごとのモードなど、エディタとして考えられる限りの機能を詰め込んでいる。VIM では EMAX と同等のことができるようになっているが、バッファの使い方は EMAX より控えめである。文書への文字列挿入などの基本的な編集操作を含む EMAX の機能はほとんどすべて、 リスプの方言で書かれた関数で行える。GNU Emacs で使われるリスプ方言は e m a x リスプとして知られている。E リスプ層は C で書かれた基本的なサービスとプラットフォームを抽象化した概念の安定したコアの頂点に位置している。リスプ環境の変数と関数は Emacs のリコンパイルや再起動をせずとも一時的に修正できる。Emacs は 追加属性を持つテキストを含んだバッファと呼ばれるデータ、構造上で動作する。すべてのバッファは、その固有のポイントとマーク、バッファが訪問しているファイル名、そして変数で、編集や振る舞いを制御する現在のモードのセットを保存している。イリスプコードは、コマンドと名付けられ、インタラクティブに実行できる。コマンドは、キープレスにバインドでき、さらに名前でアクセスすることもできる。 コマンドの中にはバッファから任意のイリスプコードを評価するものもある。バッファはウィンドウ内に表示される。ウィンドウは端末画面や GUI ウィンドウのタイリングされた部分である。特に設定されていない場合、ウィンドウにはスクロールバー、行番号、一番上にあるヘッダ行、そして一番下にあるモード行が含まれる。同じバッファ上で複数ウィンドウを開くことができるため、 例えば一つの長いテキストから異なるパートを見ることができる。さらに複数バッファで同じテキストを共有できるので、例えば言語が混在したファイルで異なる C モードを利用することができる。M、X モードネームにより必要に応じてモードを手動で変更することもできる。普通最下境にあるミニバッファは EMAX が情報を受け取る場所である。 検索対象のテキストや読んだり保存したりするファイルの名前などの情報をミニバッファに入力する。一部の入力ではタブキーを用いて入力を保管することができる。ミニバッファは通常一行しかないが、ここでも通常のバッファと同じ移動、編集コマンドを使うことができる。EMAX はプログラマが単一インターフェースでコードを編集、コンパイル。 デバッグするような統合開発環境としても使うことができる。このような編集機能にとどまらず、EMAX Lisp は TCP、IP 通信や外部プロセスの起動などの機能を持っており、テキストエディタとしては一般的でない機能も多く、EMAX Lisp で記述されている。これらの機能を利用した様々なアプリケーションソフトウェアが書かれてきた。 e m a x はこれらのアプリケーションソフトウェアを動作させる実行環境となっている。外部プロセスとして UNIX のプロセスを起動する場合、e m a x はプロセスのフロントエンドプロセッサーとして動作する。例えば、リスプを e m a x から起動すると、閉じカッコがキーボードから入力されたときそれに対応する開きカッコをハイライトするようなマクロを組んでおくことで、 格好の確認をしながら入力が可能である。ライブラリーはインターネットで見つけることができる。新しいライブラリーを投稿するためのユスネット、ニュースグループヌー、EMAX、ソースまである。一部のライブラリーは最終的に EMAX に取り込まれて標準ライブラリーとなる。GNU-EMAX24 ではパッケージマネージャーが内蔵された。公式のパッケージアーカイブである GNU。 エルパのほか、いくつかのアーカイブを扱うことができる。EMAX には、最初から各個別のコマンド、変数、内部関数の説明文字列を表示する、強力なヘルプライブラリーが付属していた。このため通常の機能や、現在の状態の情報をユーザーに提供するので、EMAX は、自己説明的だと評される。各関数には、説明文字列が含まれていて、 要求に応じてユーザーに表示される。その後関数に説明文字列をつける習慣はリ i s p Java、Parl、および Python といった様々なプログラミング言語に広まった。このヘルプシステムによりユーザーは組み込みのライブラリーや追加されたサードパーティーのライブラリーのどちらからも各関数用の実際のヘルプコードを取得できる。EMAX には 組み込みのチュートリアルもある。編集ファイルを指定せず Emacs を起動すると、簡単な編集コマンドの実行方法とチュートリアルを呼び出す方法についての説明が表示される。このチュートリアルは、スチュアート・クレイクラフトとリチャード・ストールマンによって作られたものである。GNU-Emacs には、組み込みの説明文字列の他にも、リチャード・ストールマンの執筆した GNU-Emacs、 マニュアルの電子コピーが付いており、組み込みのインフォブラウザで閲覧することができる。電子版の他に3種のマニュアルがフリーソフトウェア財団から書籍の形で刊行されている。ゼマックスの場合、ソフトウェア本体と同時に GNUEMAX マニュアルからフォークした同様のマニュアルがあるほか、ビル・ルイス、リチャード・ストールマン、ダン・ラリー・ベール手教調の e m a x リ Lisp スァレンスマニュアルロバート・シャッセル・著のプログラミングイン e m a x リ Lisp スも含まれている。e m a x 教協会の聖人ストリート・イグヌススとしてのリチャード・ストールマン e m a x 教協会とは e m a x ユーザーによって作られたパロディ宗教である。e m a x 教協会は6を獣の数字であるとしているが、6のユーザーに反対しているわけではない。むしろプロプライエタリソフトウェアを アナテマと呼んでいる。このパロディ宗教をサポートするための EMAX 協会のニュースグループとして、オルト・レリジョン・ EMAX が存在する。EMAX ユーザーの中には、より良いものを真似ることを試みたとして、シックスの支持者は対抗として、シックスカルトを作成した。ストールマンは、冗談で自身を EMAX 協会の聖人であるストリート・イグヌススとしている。 e m a x の就職キーへの強い依存が反復性過労障害となるというフォークロアは Emacs 小指と呼ばれる。ユーザーは様々なアプローチで e m a x 小指に対処してきた。ソフトウェア側の手段には以下のようなものがある。ハードウェアによる解決法としては、就職キーを親指で簡単に操作できるキニーシス、コンデスキーボードや、 手のひらで押せるようキーボードの両側に対照的に手のひらで押すことができる巨大な就職キーを配置したマイクロソフトナチュラルキーボードがある。フットペダルも利用できる。EMAX が開発されたスペースカデットキーボードはスペースキーに隣接したコントロールキーが巨大で親指が届きやすかった。英語においてバクソンやバクソンのように EMAX という単語の複数型を e m a ソン音と綴ることもある。e m a クスのリスプベースの設計の欠点は、リスプコードの読み込み、解釈に伴う性能への負荷である。e m a クスが最初に実装されたシステムでは大抵、競合するテキストエディタより、かなり遅かった。このことをジョークにした、頭文字による略語が e m a クスになる文がいくつか、存在する。ただし、最近のコンピュータは十分早くなり、 以前言われていたほど EMAX を遅いと感じることは滅多になくなった。実際 EMAX は最近のワードプロセッサーよりも素早く立ち上がる。さらに GNUEMAX23 以降は EMAX をサーバープログラムとして立ち上げておくデーモンモードが追加された。この場合 EMAX 本体は OS 起動時に自動的に一度起動するだけなので速度は問題にならない。 ありがとうございます。